昨日告示された那覇市長長選挙さんの初日の訴えは最優先されるべきは子どもたちですさまざまな子育て政策を訴える中で彼らはいつも財源、財源という話をします当然財源の問題はありますしかしそれはあくまでも行政の観点でしかございませんだから私はずっと言っている 政治家の信念、理念というものが大切なんだと、私たちのどこに何をするかという、その姿勢を那覇市民と共有していくことが大切なんだということを訴えているんです。このほか、普天間基地の辺野古移設問題についての政治姿勢が、国からの財政支援に影響するとされる構造を問題し、移設反対の姿勢を改めて強調しました。 私たちは平等に納税していませんかなぜ再分配される時は差別をされるのでしょうかこのようなものを私は子どもたちに引き継ぎたくない私たちは政府に対してもノーというものはしっかりノーというものを突きつけていくっオール沖縄勢力が支えた城間市長が今回知念さんの指示に回ったことも 陣営の怒りに火をつけています尾長武さんもきっと喜んでいるだろうとこんな発言があったそうですオール沖縄この石を継ぐのは尾長武春さんです一方の知念さん初日の動きは複雑でした政党が仕切る選挙応援には加わらないとした白馬市長のため 朝一番の演説には、自公議員は不参加。白馬市長の下で。副市長として。二輪三脚で。やってまいりました。市民方位。市民利益。これのみを。訴え。本。選挙戦。戦ってまいります。一時間置いて。 同じ場所で改めて出発式を開き自公議員ら政治家が参加しました三十八年間必死でやってきました即戦力です <laughs> この厳しい状況か私の即戦力という言葉をぜひ信じていただきたい南進都心がなければ 那覇市の今はございません次の世代に残す財産それが那覇軍港なんです松本市長苦渋の決断で受け入れていただきました私はこの信頼を絶対に裏切ることはしないタッグを組んで強力に進めてまいります 那覇軍港の移設返還の悲願達成に向け、浦添市との協力も打ち出した知念さん、市政奪還を目指す自民党も知念さんの行政経験に期待をかけます知念悟候補は38年間、那覇市のために全身全霊をかけて、人生をかけて頑張ってきた、どっちがふさわしいか、一目瞭然じゃないですか <laughs> 知念悟市長が必要であるということと、 相手ではまだ早い。あと一週間で。構図が大きく動いた那覇市長選挙。十月二十三日に投票、即日開票されます。スタジオには選挙担当の久田記者です。はい、久田さん、那覇市長選挙告示日の様子どうでしたか。はい、あの小長さんの演説からはですね、あの白間市長がオール沖縄の市長としてこれまで示してきた政治姿勢。 これを継承するっていう考えが伝わってきました、うん、まあ白間市長、えー、今回は知念さん支持を表明していますけれども、ええ、辺野古移設に対しては反対という姿勢は変わらないとしているので、うん、まあ一見分かりにくいんですが、まあ、尾長竹春さんとしてはもともと白間市長が示してきた政治姿勢を引き継ぐということを重視しているように感じました、うん、福田さん、あの一方知念さんはどうなんでしょうか。はいえー、知念さんは あの市の職員や副市長としての38年間の知識や経験を那覇市民に、えー、恩返しする還元すると述べています、えー、知念さんの演説からはこの白間市長の行政の長としての役割を継承するという姿勢が伝わってきましたまあ、一方、あの辺野古秘設問題に関する考えは、まあ、思うところがあるという表現にとどまるんですね 辺野古移設の推移を見守るという立場で当選した名護市長の姿勢を尊重するとしているんです、はい、まあこの辺野古をめぐる考えは那覇市の行政の長としての,この役割として持つのではなく個人の思いにとどめるという考えだと見られます、うん、一方、動向が注目された城間市長なんですが政治姿勢や自公オール沖縄の枠組みで市長選を考えてほしくないと。 訴えておりましたが、はい、自民公明の推薦を受けた知念氏を支持しました。今後の影響というのはどのようになり,うなりそうでしょうか。はい。あの自民党関係者に取材をしますと、一、まあ、週間ほど前の情勢調査ではの、知念さんが激しく追い上げていると、えー、差を詰めているというふうにまあ好感触を得ていたようなんですが、まあ、その後白間市長の決断があったということなんです。はい。まあ白間市長の行動を知ってですね、帰って小長さんの。えー 選挙運動に加わったという人にも遭遇したというふうにこぼしてまして影響がプラスに出るのかどうなのかこの辺は未知数だと話していました、うん、今までにない複雑な構図の那覇市長選挙選挙後にも新たな展開がありそうです以上、特集でした